はいどうもチャンネル変わらんど川本文明です。今日はですねこちらバンダイさんから発売されている HG ガメラ2023をやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあというわけで今日はですねあのバンダイさんから発売されている HG シリーズ HG ガメラ2023やってまいりました。ありがとうございます。いやガメラね、僕らこの年代はねガメラ大好きなはずなんですよ。男の子はもうガメラはいいよ。で僕ね結構ねあのガメラの怪獣のフォルム好きなんですよ。でガメラってね何がいいかっていうとやられるんですよ。結構やられて結構血出るんですよ、緑色の。でそれがまた青だっけな、緑かな、青だか緑のね血が出てかっこいいんですよ。あヒーローがですねそのちょっとやられてる感じってかっこいいんですよ。でガメラ結構やられる、いつもピンチになる、で勝つ、地球を守るみたいな、かっこいいんですよ。それがね今回この HG シリーズでガメラやってまいりました。2023年度版ね、これあのガメラリバースっていうね何ですか、アニメなんですよね。アニメのシリーズで、全6話で、昔のガメラのその出てきたその敵の怪獣たちがまたこのリメイクというかリメイクかな、なんかその2023年度版になってね出てくるんですけど、またそれがねフォルムがやたらすごいんですよ、敵のフォルムが。もう懐かしいあのギロンとか出てきました。僕ねガメラの怪獣で一番好きなのギロンなんです。ギロンはいやあのフォルムのセンスがまた、でもこのリバースのギロンはやばかった。今回ないですよ、今回ないですけどギロン、ギロン出たら絶対欲しい僕は。うん、ということでね今回あのガメラのですね楽しみなラインナップいきたいと思います。それではいきましょう、ラインナップ。さあラインナップいきましょう。まずはこちらガメラ2023出ました。もうねこのね画像を見ても分かる通り、もうクオリティがもうクオリティすごい。で僕ね関係ないですけどカメ大好きなんですよ、カメ飼育してるんですよ何匹も。だからですねガメラも嬉しい、もうなんかこのフォルム見るだけでゾクゾクする、めちゃくちゃ造形いいですよ、これ絶対欲しいです。さあ続きましてこちらガメラ飛行形態 A 出ました。ガメラの飛行形態ですよ、この飛行形態やばいな、これもう造形やばくないですか。そうこの感じでも飛ぶんですよね、ガメラって、ガメラって何種類か飛行形態あるんですよね。これ楽しみだわ、欲しい。さあ続きましてこちらガメラ飛行形態 B 出ました。これもねかっこいいな、この飛行形態。なんかガメラってまあいろいろ飛行形態あるってさっき言ったでしょ。それね昔一番最初って確か全部へっこんで、なんか手足からなんか炎っていうかなんかブワーって火が出てこうぐるぐる回って飛んでいったような気がするんですよ昔は。でなんか新しいガメラが復活してそのワンツースリーがあったんですよ映画で。その辺からですねこのその一個前の飛行形態 A の羽が出てくるみたいな飛び方するようになったんですね。で今回このなんすかこのやばい、これ何このやばい飛び方、まあ、これね絶対欲しいな、これは。はい、さあそして最後はこちらギャオス妖怪、なんでだ、なんで妖怪を、なんで妖怪、この変化球もいいな、ただこれなんか造形すごそうですよ、そんな予感してきませんか、見てたら画像。これはこれでギャオスね、今回このリバースのギャオスもなんかやばかったからな、ギャオス、もうなんかもうガメラにはギャオスはもうねつきもんですからね。はい、これは欲しい。さあ以上の全4種類を今回は4回だけガチャってまいりました。それではいきましょう、まずは1本目。
ばかりにルックとなっておりますね。ガメラね、2023 HG のシリーズで、でこちらがまずねガメラ2023で、これが飛行形態 A、B、そしてギャオスの幼体、こんな感じになっております。1本目はガメラ2023。うーわ、めちゃくちゃ造形、見てこの甲羅、ほらこれやばい、この甲羅すげー、石膏がめちゃくちゃいい、この造形すごいんですけど、ほら細か、めちゃくちゃよくできてる、ボディですね、ボディ、ここのね色見て、これこことか細かく塗装がね施されてます。裏側こんな感じ、尻尾もねしっかりと、尻尾ほらめちゃくちゃいいっすね、これよくできてるわ、でかいな、でかい、ほらバランスもいい、いやいいね、ガメラよくできてますね、うわかっこよ、毎回あの子供とねつながってる感じがするんですよね。やっぱなんか子供を守るため正義の味方な感じありますよね、ガメラってね。大体ね、最初どうだったんだろう、最初ってガメラが襲ってくる感じなのかな。昔僕のもう見てる印象ではもうガメラがね最終的に敵っぽくいたんだけど、あれガメラ味方だぞみたいになるんですよね。でガメラが子供のために戦ってるっていう、子供を守るみたいな、そんな感じがあるんですけどね、ガメラね、僕の印象ではなんかこう人とつながってるっていう印象が強いですよね、ガメラはね。すげえいい、これほらめちゃくちゃよくできてます。これ裏側も見ましょうよ、これはいいな。はい、これがガメラ2023でございます。めちゃくちゃいい。続きまして2本目、バカリー、2本目はガメラ飛行形態 A。 うーわすっげーよくできてる、大きいよ、で顔はもう相変わらず造形バッチリ。うわこれ見て、これこれですよ、これすごいよ、ほらやっとここでピント合うな、何回やってもそうだな、ここでピント、やっとほらやっぱりそうだ、いやいいですね、この感じ、この見て、このギャー、これですよ、これかっこよ、これはいいな。これなんでこの点なんの、これ、まあ、確かに手をほらこう縮めてる感じになってるんですよ、ここほら。だけどここ何？なんでこうなんの？なんで今までの普通のあの手がこんなになっちゃうの？って思ってた、いつも。いやめちゃくちゃかっこいいから文句はないけど、なんでなんのかなっていつも思ってた。飛行形態、これやばいよね。ねえ。どっちかというとウミガメっぽいですよね。ウミガメ系の人はこうなるんでしょうけど、ガメラ違いますからね。なんでなるのかなってずっといつも思ってるけど、まあかっこいいですね。でもうーわこれかっこよい。続きまして3本目、バカリー、ギャオス幼体、やばこれやばいよ、丸まっちゃって、なんかエイリアンの卵みたいになっちゃってるんですけど、ここになんと台座がついておりまして、ここにこう設置することができて、こう立ててこう飾れるという、ほらこれめちゃくちゃいいですよ、ここに台座がこうついてるといいよね。なるほどね、これ何、もう何これ、すごいんですけど造形、これ顔がここですよね、顔で尻尾がこう丸まってこうついてて、なんか口からねこのギャオスのリバース版はね、口からこう線みたいなのがあって、これ刺したりするんですよ。それがこの線ですね、ここにある線で、羽とかがこう縮まってるんです、体がね、なんかちょっと細いんですよね、幼体。うーわこれ分かります、よくできてますよ、これほらこれすごいよ、なんでこれにした、なんでこれにしたの、これ普通のギャオスでもよかったんじゃないの、リバース版の。これはこれでいいけど、だって幼体も欲しいわ。幼体のこう、ちょっとこの
丸まってる生まれる瞬間じゃなくて幼体でこうもう飛んでるところも欲しかったわ。幼体これが A と幼体 B みたいにして欲しかった。これでまあまあまあ造形はすごいっすね。やばいっすねこれ。こいつやばいんすよ、リバースのギャオスの幼体も。もう変なさ光線みたいなビーンって放つんですよ。全部切れちゃうんですよ。やばいんですよこいつ本当に。でこれが無数にいるんですよ。本当にやばい。いやーよくできた。さあというわけで4種類中3種類ということでリーチ、ストレートでリーチ、リーチストレートでリーチ、やったー、すげー。なんかもうすごいなこれ。さあ残るはなんだ、ガメラ飛行形態 B でございます。さあそして最後4本目ばかりー、ガメラ2023。うーわーこれわかんないんですよね、この甲羅があるんで。みんなだからね、もしかしたらと思ったら違いました。ここにじゃあどんな風に入ってるかって、顔がここに一つで、ランナーに入った足と、ほんでこれ尻尾で、ここは復興かな、ほんでこれが施工で、でランナーについた手、こんな感じで入っております。さあというわけで今日はですね、あのバンダイさんから発売されてる HG ガメラ2023やってまいりました。あのガメラリバースのですね、フィギュア化ということで、いやめちゃくちゃ良かった。見てこれ、ギャオスの様態めちゃくちゃよくできてんだこれね。でガメラもすんごいっすよこいつら、めちゃくちゃよくできてるね。造形すごい。これはぜひ皆さんやってみてください。500円なんでね、全4種類ありますんで楽しみにやってください。意外とこのギャオスの様態がすごいんですよ。もう全部お得、全部当たりなんで、はい。というわけでこの動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上チャンネルカワランド川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。めちゃくちゃいい。